はい、どうもカズマンです。それではゴッドイタズレイジバスト特務ファラオの続きからいきましょう。グボログボロウコンバサラ各2台の討伐ということで、まあここちゃちゃっと攻略して金色のバジラとやらに会いに行きましょうか。どうなんやろな、黄金のグボログボロとなんか似たような感じなんかな。うわー、一気に相手がここってことは短期瞬殺、短期決戦やな。うん、短期決戦が大事ってところで本気出していこうか。ちょっと、はい、ちょっと待って、危ない、痛い一応食いはしたけど、まあ回復するから問題ね。痛い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 、尻尾ウコンバサラとか久しぶりやな。あー、時間差攻撃やめてくれ。うん、大丈夫かな。タービンを破壊で、これで怒り出すから注意が必要だな。ごめんなさい、ちょっとね、痰が絡んでるんですよ声が出にくいんですよ。いやー、届かん。これは受け渡ししといた方がいいかな。受け渡しをしてあれを保持するバースとかを保持すると。んー、尻尾はどうかな。回転攻撃、さあ、昼目、ひるんでしまうんだ。うん、インパルスエッジで離脱しながら戦うと。はい、ちょっと待って、噛みつかして。ちょっとあんまりそっち時間取ってほしいなバレるから嫌やな。さあ、1体倒した。あ、早いな。ってことはこいつも瞬殺いくか。さ、グボログボロに出会う前に倒してしまいたい。さあ、噛みつくと、これかわいそうやなめっちゃかわいそうやな。なんか行って、グボログボロもう来てるんか。頭破壊いいよ。で、もう結合破壊関係なしにぶっぱで全ぶっぱでいきましょう。ほい、当たらない。じゃあ、あいつ置いといてグボログボロから行こう。グボログボロもっと早いんちゃうかな。ヒレが弱点なんで3000ダメージいってるでしょ。減ってるやろ。 OK、 逃げろ。はい、ちょっと行く渡しをしてからの電撃ね。うん、2000ダメージいっとるな。いいね、いいね。あー、全員逃げた待てい。さあ、弱点をつけば止まることは知っているんだ。おとなしくしなさい。痛い、ごめんなさいあー、ごめんなさいね。よし、ダウンした。今畳みかけるんや、みんな畳みかけるんやで。はい、終わり。グボログボロやっぱ早いな。近い方はこっちか。ちょっと待って、受け渡ししとこう。 OK、 おったぞ、ウコンバサラちゃんや。覚悟しろや。頭破壊しとる、まあ、関係ないか。適当に行くやろ。タービン、後ろ尻尾じゃなくてきついな、当たってねえで。おいっとい、突撃。こう、後ろ下がるのちょっとやめてほしいな。なんか、エビみたいやな、後ろ下がるのって。うん、捕食のため、荒髪が離脱やけど、関係あるか？お、着ぐるみや。どこから撃っとったんや、お前。着ぐるみを。お前、どこから撃ってたんですか？よし。着ぐるみ、うん。結構使ってるせいか、なかなか、うん、強くなってくるとは思いますよ、着ぐるみちゃんね。うわー、真反対か。こっちから行こうか。の前に一発受け渡ししといて、こうかな転がっていったら早いかな。銃形態で。よし、見つけた。雷光、いや、そんなに強くねえじゃ、受け渡ししてしまって、おい、まあ完全にモーション盗まれた感じやな。完全に無視しとったもんな、今このグボログボロのこと。さあ、いや、止まったか。今ちょっと牽制したんやけどな、暴れ出すかな思って牽制したんやけどな。誰かが撃ってひるましてくれた。
さあこれ5分以内無理かな、ちょっと無理かな。フライヤー、あーこの移動されたら無理かな。どこまで移動する、はい噛みつくぞ俺は。おダウンしたね、ダウンしたぞ、この3000ダメージいいね、いけぞ、もう一発いって3000ダメージ。うん、もう相手は逃げることしかできんな、今は。痛い痛い痛い、引かれる。引かれとうで、俺。大丈夫や。噛みついたら終わったと。噛みついたら終わるシステムやったっけ、これ。どこや。この辺に、この辺に換金アイテムがあった。はい、これやな。換金アイテムじゃん。素材アイテムが。え？素材アイテム？ちょっとようわからんことになってきてるぞ。こう打った。よし。これで、黄金、ちゃう、金色バジラかな。うん。楽しみやで。ほんまに楽しみやで。これ楽しみにやってきたからな、ここまで。うん。あったあったあった。素材アイテム。これ取れるか。取れる。オーケー。間に合った。オラクル雷鐘。オラクル系の、うん。アイテム結構手に入るな。入手像。残された陣形入手像で。リミットマニューバー。生存本能全開プラ1。ファンタズムプラ1。あんまいらんな。まあでもプラ1やから。まあまあ使えるかな。うん。ガンズオール。あ、ガンズオールね。ガンズソウルだったかな。どっちやったかな今。ガンズオール、ガンズソウル。まあいかん、どっちでも。よし、じゃあ来たな。ハガンコンコン2体の討伐やけど、金色のバジラが出てくるミッションですね。さあ行きましょう。ファラオ。ファラオってなんかその黄金っていうところから来とるんかな、なんか黄金のファラオ像とか、なんか聞くような聞かんような。舞台の展開を確認しました。皆さんの背中ちゃんと見てますよ。さあこの辺回収しとこうかな、まず。お、国商鉄。わ、結構。使うんちゃうかな、うわー今ミスった。よし、まず安定の噛みつきね。さあ黄金のやつはどこで出てくるか、それが見ものやな。ガード、はい間に合った。ジャスガードは小型種作戦エリア侵入し確認。どこや、あー真上か、なるほどね。うーん、まあそのうちに、うん、行けばいいとは思います。こいつを倒したからね。さあ、ダウン確認。顔面、というよりこいつ腕やから。あれ、もう一体来た？もしかして。早えな。ハガンコンゴ2体はちょっとめんどくさいんですよね。個人的に。ちょっと待て。えっか、こっちやるか。あー、痛い。でこいつもちゃちゃっとやってしまう。でもただハガンコンゴ2体をやってしまうとミッション終わってまうんで、ぐわぐわぐわって2体来とおうや。まず1体を倒してしまいたい。まずこっちかな、この痛い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 。ちょっと回復しよう。うん、オッケー。あーっと届いてない、いける、よし、オッケーオッケーオッケー。受け渡しをして。あー、何しようかわからん。おー、サンキューサンキュー。あぶねー。さあ、ダウンしたぞ。うん、回復チャンス。4段目まで当てんとあかんっていうのかな。ちょっと難点といえば難点か。羽衣破壊。行って、なんか飛んできた。ガード。オッケー、いいよ。さあこいつをしつこく追いまそう。届かーん、あ届いた、あ向こう行ったな。黄金のバジラと早く敵対したい、敵対というか相対したいんやけど、相まみえたいか。もうダウンしたか。さあ攻めときかな、てか俺以外はあっちを攻めてるっていうね、ちょっと悲しい現実が。うん、2000ダメージ。そこそこのダメージで通るな。よし、OK。
うん、届いてない。これでいける。うん、どこや、どこ見とこれ。ガード、はい、オッケー。ジャストガードなるんや、今ので。なんかジャストガードの範囲も結構甘くなったなという感じするな。ガード、ガードじゃない。噛みつき、オッケー、逃げるぞ。もうちょっとでこいつ、あれ、これいつの間にか違う方じゃないな、これ後よな。いた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 、これはひでえ。あー、コータがやばい。よし、波乱コンゴ行った気が。一回外して、あっちに行こう。いや、ちょっと待って。渡して。いや、渡せてない。ほい。ほい。オッケー。さあ、黄金の柱と、はい、前見えますよ。おー、かっこええ、黄金。マジで黄金やん。ちょっと動き早くね、こいつ。え、なに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 、どの攻撃、どの攻撃、今の。てか、でかくね？あの、なんかスフィンクスみたいな感じなんかな。ちょ、めっちゃ動き早いんやけど。気持ち悪い。え、めっちゃでかい。あー、スフィンクス像か。そういうことか。さあ、ダウンしたな。でもこいつ、早そう。なんとなく。でっか。討伐するのは早そうやで。なんとなくやけど。え、ハガンコンゴ両足破壊。ちょっとハガンコンゴ怖いな。どこ行った。さあ、OK。さあ、止めるで。遠いな。これ尻尾届かねえ。そもそも尻尾届かんってどういうことやね。破壊の一撃の効果、うん、出たけど意味なかったな。作戦開始から5分経過。コータ死亡。早いって動きが。スフィンクスぞ。ちょっと誰かコータ一回出せるよ。ちょっと無理やこれ。あー、レベル3解けた。スピットボルトガード、あー、関係なかった、関係なかった。コータ誰もいかんのか。まあいいわ、リスポーンしといて勝手に。ほい、オッケー。うわー、画面、あー、画面当たった今。コータがリスポーン。待機値残り68です。って感じ。入ってー。バージュラじゃない。さ、これ画面いった方がいいかな。画面破壊できるやろこれ。うん、2000ダメージいっとるな。いてててててて。ハガンコンゴが待てー。エリナに渡してと。あ、そこにおったか。うーん、あのひるむ時はあれなんかな。あとは、あ、怒った。めっちゃ怒った。あー、早い早いけど、めっちゃおもろい。よっしゃー、倒した。おー、黄金の剣、黄金の雷槍、黄金の冠。おー、かっこええやん。ちょっと、惚れたな。黄金バジラ、惚れたな。よし、じゃあ、まあ、付属品を倒して終わるか。もう終わるやろ、言うて。よし。あー、当たりに行ってもうた。エリナからの受け渡し。ん？この弱点は？ハガロムか？違うか？顔面か？はい、大ラリアット。誰や？荒神弾を売ってるのは。さ、何発や？ 12 発か。背中は破壊してやろうと。ハガロムだけか。まあいいや。ハガロムいけるんか、これ。硬いな、これ。カチカチやな、これ、ハガロム。これ無理やな、ちょっと。うん、前攻撃。うん。ハガンコンゴも早いな、やっぱ。なかなかの速さしとるね。ただ、金色のバジラには負けるかな。ほい。はい、もう終わるで。
インパルスエッジ当てたら終わる。終わらない。羽衣行きたいな。無理やった。はい、終わり。ふぅ、危なかったね。危なかったね。これ。どっかアイテムないかな。ちょっと探しとるんやけどな、今。ないな。ないか。あそこにある。めっちゃ遠いな。こうなったら、こうかな。よっしゃ、行くぜ。あれを取るのが目標。まあ、いけるな。余裕やな。はいはい。もう回収。はい、オッケー。ハーブ。ハーブだと?エリクサーぐらい出てきてくれ。まあ、ええわ。よし、じゃあ全部渡しておきましょう。ああ、当たらんのよ、これ。渡すでー、渡すでーって。ああ、楽しかった。金色のバジラや。金色のバジラね。なんとかしてみますね。てか、あいつめっちゃでかかったな。ほんまに。メッシの同調。ああ、受け渡しバーストのガード比ダメージマイナス10。ダメやん。ガンマスター。牽制レベル8。アサルトやしな、しかも。よーし、トリプルエース。どういう素材くれる?あー、いまいち。全然くれへんやんか。よっしゃー、クリア。特務クリア。いやー、楽しかった。ほんま楽しかったわ。でも楽しかったしか出てこんぐらい楽しかったわ。はい、じゃあ今回は、金色のバジュラ、討伐完了ということで、またね、特務発生中ですね、今。多分これダウンロードの方でしょ。ダウンロードの方はちょっと無理かな。まだ厳しいかな。俺の手には負えんかなとか思いながら、また次回やるかもしれないんで、まあその辺は、ちょっと気分任せということで、今回はここまでしたいと思います。ありがとうございました。